調子が悪い、病院を受診すべき。みゆきさん55歳女性、3月に卒業して4月から就職した娘のことで相談があります。5月の3日から突然口も聞かず無表情になり、家族と全くコミュニケーションを取らなくなりました。会社には行っています。食事はしています。寝てもいるようですが、病院に連れて行くべきか悩んでいます。難しい問題ですね。まあ、いわゆる5月病っていうやつだと思いますけどね。就職したり転勤したり環境が大きく変わった場合におかれまして、その不適応というものが1ヶ月からちょうどね5月ぐらいになって、あるいは6月ぐらいも出る場合も5月病も同じだと思うんですけど、少し時差を置いてですね、調子の悪さっていうのが出てくるということですね。なのでまあ5月病なんですが、病院に連れていくか連れていかないかという判断ですけども、1週間前と比べて明らかに悪くなってるようだったら連れてった方がいいと思いますね。あと様子を見て改善することなのかどうかってことですよね。なんでそうなってるのかっていうことがとても重要なので、まあ、もうちょっとよく話してみたら、話さないっていうことなんですけど、ガス抜きっていうことで聞いてあげるということを積極的にすべきですね。まあ、もし全く何も話さないような状態になってるとすると、ある種話したくないってことでしょう。会社の中での出来事っていうことは、何かそういうふうに会社の中で非常にうまくいってないってことが類推されるわけですから、そのまま放置して改善できるような問題であれば別にいいんですけど、おそらくは改善しないということになると、今後どんどん悪くなる一方ということになると、まあ早めに病院などに相談してですね、対処するし、場合によってはまあ休職っていう形になっちゃうけど、まだ4月に勤め始めてなんですけども、それでもまあうつ病みたいな重たい状態になっちゃうと、本当に何年も治らなくなるってことになっちゃうわけですね。で、私はよく皆さんにお伝えしてるけども、調子が悪くなってから治療開始までの期間と同じぐらいで治りますよっていうことが私の経験からの一つの法則なんです。だから1ヶ月前から調子が悪くなってる感じであれば、1ヶ月ぐらいで治るので、まあ早めに専門家に、メンタルクリニックに相談した方がいいんじゃないかなというふうに思います。悪くなればなるほど治りづらくなるんですよ。まあ常識的にそうだと思いますよね。症状が軽いうちに治療すれば治りやすいし、症状が重くなってからだと治りづらい。もう一つがいつも言ってますように、健康と病気の間には未病という予備軍の状態、あるいはうつ病であれば前うつ、軽うつという病気の一歩手前の状態というのがあります。この状態におきましては、症状というものは可逆的に非常に速やかに治る可能性が高いです。しかし病気の方まで行っちゃうと、そこから元に戻すっていうのはものすごく大変で、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年かかる場合があるわけですね。未病の場合であると1週間休んだだけで治る人もいますし、1ヶ月ぐらいあるとかなり治ります。だから病気の状態まで転がり落ちないうちに治療を開始する、メンタルクリニックに相談する、あるいは仕事を休むっていうことをしていくということが、うつ病とかを悪化させない、こじらせない、発病させないためにとても重要なので、今のタイミングだと、まあ私はちょっと病院に相談した方がいいかなというふうに思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。